彼女にご注意いっぱいだよ。あ、今めっちゃ調子よかったな。あ、佐田の海、昨日負けてんだ、負けたんだ。じゃあもうこれ必然的に負けたんだ。優勝だと思う。水戸龍今日勝った。水戸龍もいっぱいだった。上がってからさらに名前を変えたい。やっぱ15枚20枚ぐらい。この壁って厚いんだよね。15から25ぐらい。大岩とかなんか33みたいな。やっぱそこが超えられない。行事は式守錦一郎であります。あ、でも現地と同じぐらい、3、4場所ぐらいだね、重量。そうそう、でもやっぱり金はでかいよね。重量になんか慣れてる感がすごいね。でかくもない。もうなんかあるんだろうね、相手。頭脳関係してくるね、どんなスポーツのも上の方に。やっぱ研究の仕方とかあるだろうね。瞬時の判断力もやっぱり頭脳だ。横尾さんが言う吉風はすごい下手なんですよ。うまかったらあんな血出しませんよ。今のところその理論でお父さんからしか聞いたことない。裏付けるあれがちょっとない。まあでも言われてみりゃまあ出血する力士の勝利。すごい左上。ストライクの組まれてはゲルキー、塩気を逃し